の夜から君がいなくなって24時間が経った僕はまだ一歩も外には出ていない、ダラララララ、マイペースでよく寝坊する君のことを思って5分早めた家の時計もう意味ないな、タバコの嫌いな僕を気遣ってベランダで捨てたけな、カーテンが揺れて目が熱くなった、もうそこに君はいない、もっとちゃんと僕を見ててよ、もっとちゃんとって、その言葉が君には重かったの、もっとちゃんと僕を見ててよ、もっとちゃんとって言わなければ君はここにいたから、僕のことは多分君がよく知ってる、眠たい時に体温が上がる、キスは短めが好きってことも、その時思った、僕は君のことどれくらい分かってたんだろう、一番最初に浮かんできたのは君の好きなタバコの名前、もっとちゃんと君を見てれば、もっとちゃんとって今さら気づいても遅いよな、もっとちゃんと君を見てれば、もっとちゃんとって今気づいたって何の意味があんだ、君が置いていたタバコ僕の大嫌いなものなのに、どうして火をつけてしまった、 oh, 君の匂いがしたのさ、君の匂い、一口吸ってしまった、でもやっぱりむせた、もっとちゃんと僕を見ててよ、もっとちゃんとって言わなければ、君はまだここにいたから、もっとちゃんと君を見てれば、もっとちゃんとって少し苦い君の匂いに泣けた、
루루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 루